ベン・マーフィーはイギリスのパイロット、アクロバット飛行チームザ・ブレイズのメンバーであり、かつてレッドブルエアレースワールドシリーズに参加していた。マーフィーは幼い頃から飛行に興味を持つようになり、イギリス空軍のパイロットだった祖父に触発されて、学校でイギリス空軍エアカデッツに参加した。自動車の運転ができるようになる前に自家用操縦士のライセンスを取得した。 入ッする大学に在学中、大学空軍隊に加わった。1997年にイギリス空軍に加わり、2000年に訓練を終えた。マーフィーは、この間に数え切れないほどの賞を獲得した。ハリアー・グレームナナは、世界中を飛んで1000時間以上の飛行時間を達成し、パイロットとしてだけでなく、トレーナーとしても行動した。 2006年にパイロットを務めながら指揮官とチームリーダーになった。これは史上2番目に若いレッドアローズのメンバーとなった。マーフィーは先述の通り有名な空軍のアクロバットチーム、レッドアローズの元チームリーダーである。2016年からレッドブルエアレースワールドシリーズのチャレンジャークラスに参加し、2018年からはマスタークラスに参加していた。 2019年のレッドブルエアレース終了後、2022年開幕のワールドチャンピオンシップエアレースにもレースパイロットとして、参加チャレンジャークラス尾行、キャン、中止 DNP、不参加 DNF、途中棄権 DSQ、失格マスタークラス。ありがとうございます。